衝撃、脳が急速に老化するやばい飲み物、少しだけでもダメ。年齢を重ねれば誰でも実感する脳の老化、ちょっとした物忘れ程度であればさほど問題はありませんが、極端に認知能力が低下してしまい日常生活が困難になってしまっては周りにも負担をかけてしまいます。今回は大人の方なら毎日飲むという方も多いだろう、ある飲み物の見逃せない悪影響についてシェアしたいと思います。〇〇〇は百薬の長。お酒は百薬の長なんて言葉があるように、適切で適度な飲酒であれば血の巡りを良くしたりと様々な健康効果があると言われていますよね。脳への影響についても比較的好意的な見解がこれまでは多かったのですが、最新の研究では別の見方も。オックスフォード大学の研究。オックスフォード大トピワラ氏の研究によると、1日1から2杯という一見適度な飲酒であっても脳の認知能力を低下させるリスクがあるといいます。酔いつぶれるほど飲んだり、毎日5杯も10杯も浴びるようにお酒を飲んだり、恐ろしいのはそういったことをせずに適度と思われる飲酒であっても脳を老化させる危険があることです。実際にトピワラ氏はイギリスにおいて500名以上の公務員を30年間にわたり記録し、簡単な認知テストや脳のスキャンなど調査を行いました。結果、おおむね同じ社会階級や年齢、性別、喫煙の有無や運動習慣の方でお酒を全く飲まない、あるいは本当にたまに飲む程度という方の認知テストの成績はほとんど似通っていたものでした。一方で1日1から2杯以上の飲酒習慣のある人の認知テストの成績は大幅に低下したそうです。なお、脳のスキャン映像では重度に飲酒している人の場合、海馬の明確な縮小も認められたそうです。1日1から2杯の適度と思われていた量の飲酒習慣を持つ人であっても、全く飲まない人と比較すると海馬縮小の可能性は3倍も高くなっていたそうです。ちなみにこちらの研究はまだ因果関係が明確になったものではありません。あくまで参考程度ではあるものの、認知症や認知能力の低下を防ぐためには適度な飲酒であっても注意が必要ですね。いかがでしたでしょうか。私自身は週に2回ほどは缶ビールを開けてしまいます。それがどの程度の影響を与えるのかわかりませんが、飲みすぎないように気をつけないといけないですね。皆さんもお酒はほどほどに楽しみましょう。